こんにちは、カノです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、この手ぬぐいについてね、この本染めの手ぬぐいとはどんなものかっていうのをね、ちょっと、お知らせしておこうと思うんで、よくね、出来上がったこの本染めの手ぬぐいを見られてですね、自分の思っていたのと違うとか、あるいはね、ちょっと色がブレてますよとかいう話いただくことがあるんですよ。で、これですね、本当この抽選、手作業で作る抽選本染めっていうのは難しくって、なかなかこの色合わせっていうのが 100% っていうのは本当合わないことが多いんですね。全く合わないことが多いんです。で、また同じものをこのデータを持って次のまた、違う時期にリピートでお願いしますって言われたって同じようにはなかなかならないっていうのがこの本染めの特徴なんですね。まあ、特徴というのは言い方かっこいいですけども、ちょっとねデメリットというか弱点なんですね。で、逆にですね、このプリントっていうのはどうかっていうと、まあある程度機械でやるところもあるんでね、そういった場合はある程度合うことができます。ただこの顔料のインクの合わせ方も実を言いますと職人の目分量であることが多分です。ほとんどはそういうことですね。ですから、マシンなんかで何千枚という時にはこの機械でインクを合わせたりするんですが、まあ、それ以外のものっていうのはほとんどが目分量で合わせます。ですからこの、紙に印刷するような形で、色濃度とかいう形で考えられるっていうのはちょっと難しいんですね。この手ぬぐいにプリント、あるいはタオルにプリントっていうのは全部ゆでは、目分量でインクの色を調合すると、このようにお考えいただきたいんですね。まあ、その中でもこの本染めっていうのは、注染、注ぎながら染めるんで、まあ、例えば線幅2ミリで表現したものも、若干伸びたりね、2ミリが 2.2 ミリになったりとか、逆に白抜きのそのサイズが2ミリのところは逆にね、インクが入っていきますので 1.8 ミリとか 1.7 ミリになったりとかいうこともあるんですね。まあ、このあたりですね、本当、まあ、和の和みっていうか、そういった緩やかなところやということでご理解いただけたらとは思うんですけども、ね、まあ、どうしてもそのきっちりやりたいということであれば、まだこの顔料のプリントの手ぬぐいの方がきっちりできますのでね、そちらの方をお勧めします。ぜひね、その辺考慮して考えてみてください。よろしくお願いいたします。